よしぼうです。よしえです。はい、それでは今から、アイソレーションとリズムの、エクササイズをやっていきたいと思います。じゃあ早速やりましょう。スタンスは肩幅ぐらいに軽く開いていただいて、まず首、肩、胸、腰と順番にやっていきます。まずリラックスして右回りで1、2、3、4、5、6、7、8、逆に2、2、3、4、5、6、7、8ときます。次にまたまっすぐ立って1、2、4、5、6、7、8、右に1、2、3、4、5、6、7、8、前にスライドで出します。1、2、3、4、5、6、7、8、右から1、2、3、4、5、6、7、8。で今度は、一つずつ、回していきます。で最後にリバース、1、2、3、4、5、リバース、6、7、8。で次に右回しでラウンドさせて1、8、次左1、2、3、4、5、6、7、8。で次肩いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。左肩から1、2、3、4、5、6、7、8。両肩一緒に上から1、2、3、4、5、6、7、8。で次に上から下に1、2、3、4、5、6、7、8。で次に前から後ろに肩を回します。1、2、3、4、5、6、7、8。逆に後ろから前に1、2、3、4、5、6、7、8。次に胸の動きです。これも首と一緒の動きになっていきます。前に1、戻して後ろに、これも1、8、5、6、7、8。次、左右に右から1、2、3、4、5、6、7、8。で、前、右、後ろ、左でリバースです。1、2、3、4、前に出して、左リバース。で、前に行きます。で、次に右回り、1、2、3、4、5、6、7、8。左に、1、2、3、4、5、6、7、で次に最後に腰の動きですね。少し足のスタンスを広めにして膝を軽く曲げます。ベンドします。軽くですね、これぐらいで。で前後ろ右左の、首胸同じ動きです。1、2、3、4、5、6、7、8。右から1、2、3、4、5、6、7、8。これも一つずつ、右回りに回っていきます。最後リバース。1、2、3、4、5、6、7、8。で、最後にラウンドです。1、2、3、4、5、6、7、8。次、左回しで。1、2、3、4、5、6、7、8。で、この時に、大事なのは、一つ一つを動か、確実に、丁寧に動かしていく。だから大きく動かすんじゃなくて、正確に、ちゃんと動かす。で首を動かしているとき肩が動いたりとか、もちろん胸を動かしているとき腰がフラフラしない。意識的に首を動かすときは首だけを意識する。肩は肩、胸は胸、腰は腰というふうに、しっかり自分で意識コントロールして、少しずつ、エクササイズやってください。じゃあそれでは、今の一連の動きを音に合わせてやってみたいと思います。首からね。6、7、ドン。2、3、4、5、6、7。2、3、5、6、7。前。1、2、4。
今回ちょっと早めのテンポでやってみましたけど、初めて、これに、チャレンジする方は、もっとゆっくりなテンポでやれば、必ずエクササイズもきっちり、ものにできると思うんで、ぜひ頑張ってやってください。はい、アイソレーションに続いて次はリズムのエクササイズをやってみたいと思います。リズム2種類、アップとダウン。まずはアップの、リズム取りからエクササイズ入ります。ですね、スタンスは軽く、まあ、軽く閉じた感じで、リラックスしてまっすぐ立ちます。アップのリズムを、取るときは裏から入ります。5、6、7、8、and 1で、首の動きはこの挨拶した状態の最後の返事をハイッとした状態から上に軽く、だからあまり顎を上げすぎない。で、膝は軽く、曲げた状態から上に軽く伸ばしていきます。あまり深くは曲げなくていいです。軽く、曲げた状態でエンドで曲げて1 and 2 3 4、こういうふうな形で軽くリラックスして、もちろん腰と胸は自然に軽く使ってください。で、この状態が慣れてくれば首を斜め後ろに、こう、ムチのように、こういう形で軽く、もちろん肩とかも軽く使ってもいいです。今回は、まあ、このリズムのアップのリズムに、少し首の動きをもっと自由に使えるエクササイズとして、首を、アップのリズムを取りながら、首を右やったり、左やったり、回したり逆回ししたりというリズムはキープはずっと上にキープしながら、首の動きを、同時にやってみたいと思います。それじゃあもう一度順番を言います。5、6、7、1、2、3、4、斜め5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、スライド2 3 4 5 6 7 8、ラウンド1 2 3 4 and 5 6 7 8。で、この後に、最後に、アップのリズムから裏のリズムに、チェンジします。リズムチェンジします。一小節ずつやります。1 2 3 4 and1 2 3 4 1 1 1 1 1という形で、一連動作を今から音に合わせてやってみたいと思います。これももっとゆっくりめの曲で軽く1 2 3 4ぐらいの、テンポの曲を選んでエクササイズやってみてください。これがまずアップの、リズムのエクササイズです。はい、それではアップに続いて今度はダウンのリズム。ダウン、下にアクセントを置くってことですね。さっきのアップは上にアクセントを置く、今からするのは下にアクセントを置きます。で、まっすぐ、軽く力を抜いて立った状態で、これももちろんアップもダウンも膝が非常に重要なんで、膝でしっかりバランスをとってください。深く、あまり入りすぎると、ちょっと違った方向に行くんで、軽く膝を、まあ、曲の速さ、いろんなものによって多少変わりますけど軽く入れます。で、膝を入れるときにこういう入れ方はしない。もう必ず自分の意識は下にベンドしていく。
曲げるということですね。軽く意識を。で、腰の動き、胸の動きは軽くそれについていってください。首はもちろんこの状態、まっすぐの状態から会釈する、挨拶する、はいという軽い、その状態で5、6、7、8、1、2、3、4、軽く全身をリラックスしてやってみます。先ほどと同じパターンで、まず1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、スライドに1、2、3、4、5、6、7、8、回します。2、3、4、5、6、7、8で1、2、3、4、1、2、3、4、up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 、down という形で、同じように音に合わせてやってみたいと思います。 down です。最初始めるときは本当に、クリなミディアムテンポでやると、しっかり正確に、ちゃんと覚えられて、きちっとアイソレーション、リズムエクササイズができると思いますので、しっかりやってみてください。そういうことで、よしぼー and よしえでした。
はい、55のレイですとユウです、はい、今から12をやっていきたいと思うんですけど、よろしくお願いします。はい、では12をやっていきたいと思います。でですね、まずリズムはアップですね。基本がアップのリズムでやっていくんですけど、まず手の回し方からいきますね。まずですね、この手首を回すんですけど、一緒に肘も、そうですね、最近はちょっとこういう肘が上がらない人とか多いから、ここ気をつけて肘も一緒に上げるように。あとアップのリズムですね。で胸も強調しつつ上げてください。まず片手から分かりやすいようにいきます。ワンですね。まずアップのリズムから、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。で手はですね、軽く握った感じで、あんまりパーにならないように、はい、軽くグーです。でまあ手の動きはいろいろ横に行ったり、ワン、ツー、ダン、あ、あ、あ、まあこんな感じですね。でじゃあ両手でいきます。まあ両手も一緒です。肘をきれいに上げつつ、ダン、まあ、こんな感じですね。はい、ではさっきはこう1回回しましたね、12を。では今からちょっと2回回してみましょう2回回すときはですね、1回もこうダウンで取ってください。エンワン、エンワン、こんな感じ。エンアアン、まあ両手の場合でも、OK、2回です。まずはですね、このアップを、アップのリズムを保って、まあこういう、そうですね、体を揺らすことも、まあ一理あるんですけど、まずはこのアップからきっちり、やってもらえればいいと思います。まあこのダウンで取ったりするトゥエルもあるんですけど、まずこのアップで練習してください。では音でいきたいと思います。ヒルティアンドボッシュのユウです、同じくジンです、それではじゃあ僕たちがポイントをちょっと教えていきます。いろんな形があるんですけど、まずオーソドックスに右からで、右ポイント指すんやけども、大事なのは肘から出るということ。肘から出て止める、左も一緒、肘から出て止める、うん、で横は割と簡単やけど、前がちょっと難しいと思うけど、前もついたりならんように肘から出て止める。右からいってみる、右からいくっす、右も肘から出て止める、で肘から出て止める、肘から出て止める。でその時に手だけやとどうしても音が弱くなるんで、体をしっかり使う、腰も上半身も。でこっちに刺すんやったら、初めはこっちに動かす、左やったら左、前やったらダウン。まずこの3つをしっかりやれば、あとはいろんなバリエーション
離れてみたりとかは自分でやってください。そうですね、ダメな例としたら、うん、刺すのを意識しないとダメなんで、こう例えば流れたりとか、まあ、こうなったりとか、まあ、問題外なんかこうグーとかね、うん、刺してないからこれ、うん、指は出さないとか、はい、指は出す、確か刺すっていうのを意識して、はいはい、やってください。リッキーです。進むです。はい、ロックダンスにするにあたって一番ポイントになってくるのはこのスタンスです。ロックに入るスタンスなんですが、まず手の方を上の方に上げて、これは12でも、ナイフでもどちらでも OK だと思います。それからストップをかける。でこの一番ポイントとなるのが手の動き、手のスタンスではなくて腰の位置なんですね。でその腰の位置をうまく説明するのにロックで、この位置で確実に体を固定する。でその時に人からポンと押されてもびくともしないぐらいの固定した形をぜひ持ってください。それで今度は上に上げて腰の位置をサイドに、左足を軽く曲げて 右の方に腰の方を移動させて、逆に左一歩前に出してロック、5枚に出してロック、サイドに向いてロック、サイドに向いてロック。音楽でやってみましょう。はい、あとはバリエーションとしてたくさんのやり方がるんですが、まず腕の方を前の方に出す、あるいは腕自体を引き上げてしまう、パン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 、あるいは肘の方を思いっきり前の方に打ち込んでしまう、1回2回、いろんなバリエーションを踏まえてちょっとやってみましょう。などというようにいろんな表情を出しながらやるっていうのがこの、ロックの一番楽しいところであったりとかするので、いろんな風に自分でアレンジをしながらやってみてください。でも一番ポイントとなるのは自分の軸をしっかりとキープする、前の一歩出してもそうですし、サイドに流れてもやっぱりそうだと思います。自分の芯をしっかり持ちながらリズムをロックさせる、これが一番ポイントだと思います。頑張ってください。じゃあ音に合わせていろんなバリエーションをやってみましょう。以上です。Come on!
はい、今度のステップは6ステップです。一見簡単そうに見える、左右の動きなんですけど、いろんなところに落とし穴があって、腰のバランスであったり膝とか止める雰囲気、いろいろ、ちょっと難しい点もあるんで、この辺をちょっと、皆さんにお伝えしたいと思います。まず簡単に、カウントでステップを順番にやります。左足から1です。右足2、左足円です。で3でキックして入れ替えて4で5 and 6という形になります。ちょっと早めにやります。左足からせーと1 2 and 3 and 4 5 6でここでしっかりと飛びましょう。でこの腰の動きが、今みたいに6で棒立ちじゃなくて、必ず最後の6の時は右足に体重乗っかります。はい、入るときに1 2 and 3 and 4、この際も腰を軽く、足をインステップで入れても結構です。正面から見ると腰をこういうふうに、右足入れたとき腰を左、今度逆にこういうふうに、この辺のとこが非常に難しいんで、もう一度やります。1 2 and 3 and 4 5 6です。もう一つのパターンがあって、6の時は6 and でジャンプします。6でジャンプ入れます。まず普通ノーマル1往復して、次からジャンプ入れたいと思います。じゃあ行きます。5 6 7 5 1 2 and 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4という形です。じゃあ早速音に合わせてやってみたいと思います。どうも、はじめまして、瀬戸です。吉江です。はい、では、スクービードゥというステップを、やりたいと思います。まず、アップ、そのままダウンで蹴ってロック、その時に手もしっかりと振っておくこと。次に、12でやる場合もありますので、そこを気をつけてください。12ダウン蹴ってロック、しっかりポーズして、次に引く、引いてダウン、反対にもピック。はい、でバリエーションとして次ちょっとひねる形をやってみましょう。スロー、ひねって蹴って、逆にアップロック、スクービー。はい、スクービードゥで覚えると覚えやすいですよ。じゃあ今のカウントでやってみましょう。まずアップ2 3 and 4、右足を引きながらアップジャンプ3 and 次はそのままひねります。アップひねって、ひねりながらもう一回逆にアップドンひねって。はい、これをジャンプしたり、体を重くひねったり、こういう音楽によって使い分けると一番分かりやすいんですが、いろんな動きを聞いて勉強してください。はい、じゃあ次はスキータラビットっていうすごいロックの基本的なステップなんですけど、それやっていきます。まず最初に右足でも左足でもいいんですけど、膝で蹴る、この時に、膝で蹴ってください。しっかりこう太ももでこうなったり流れたりするんじゃなくて、膝でしっかり音を取る、ドンドン
で蹴りました。で戻した後に前に出します。足をですか、向かいます。せーの、ワン、エン、ツーですね。せーの、ワン、エン、ツー。で今度ちょっと横向きます。この時に右で蹴った場合なんですけど、右で蹴った場合は次右を前に出す時に左の足も一緒に広げてあげる。この時に別に空中で浮かんでてもいいんで、それはもう自分の好きなようにやってください。とりあえず右だけでこうならないように両方しっかりダンダンダンいきます。で今右バージョンやりましたけど、左もしっかりできるようにしてください。いいですか。じゃあちょっと軽くやっていきます。せーの、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ファイブ、シックス、スクービー。そうですね、はい、最後はスクービーズを入れてみました。この部分がスキータです。スクービー。じゃあ音楽でやってみます。ファイブ、シックス。次はじゃあスクーバー、足の動きですけどやってみます。まずじゃあカウントから教えますね。入り方ですね。5、4、7、8、円から入りますね。8、円、1でこの時に上の体も一緒に平行に、足だけじゃなくて一緒に行ってください、ね、向こうさん。で次ですね、左足をつくときにこうですね。で右足がなるべく外からこうまたごす感じで持ってきます。キックして、で右足をつくときに左が次上がります。でこのときになるべく上の体が降りてくるようにで上がりますね。もう一度いきます。あ、し、せ、え、え、ワン、あ、あ、あ、リズム的にえ、だ、だん、だ、だ。でこの時になるべく手を使ってないなかったらダメなので、しっかり手も使って出して、そうですね、はい。じゃあ音に合わせていってみます。
今日はスペシャルゲストでケニアからお越しいただきました。あかねです、よろしくお願いします。はい、それでは、今度のステップはロックセリーというステップです。これも非常に、ロックダンスではいろいろ使う道がたくさんあるんでぜひ覚えてください。それではステップをやる前にまず簡単な腰の動きから、バランスの取り方などをいくつか挙げてみたいと思います。腰は、まずアップで左アンダウンというパターンと今度は右にアップアンダウン、でこれはステップ左足をステップ出した時にアップ出してダウン、で次に右足でアップアンダウンという交互のステップになっています。一応基本的には、交互に、右足から出してもいいし左足から出してもいいです。まずカウントは、エンド、つまり裏のリズムから入ります。5、6、7、8エンド、1、エン、2エン、3、エン、4もう一度いきます。エン、1、2、エン、3、エン、4。その際腰を軽く外にアクセント出します。もちろん肩はそれに応じて軽くつけていっても結構です。必ず肩をつけなくちゃいけないということはないです。それもう一つは、同じようなリズム、入り方は一緒です。裏から入りますけど今度は足を今ベタでずっとステップステップですけどステップした後引きながらアップというふうにチェンジしていきます。ゆっくりやってみます。エン、1、2、エン、3、4、エンというふうに、形でやっていきます。はい、それでは、今前に前方に進む方向をやりましたけど少しちょっと左の方を向いて、横の動きをやってみたいと思います。5、6、7、8、1、2、エン、3、4、エン、5、6、エン、7、8という形で、軽く腰をつけていく。でこの腰のバランスは、体重移動を左右に振っていってください。であとその中から、バリエーションとしては、体全身動かず、上下をもっと思いっきりするパターンとかたくさんあるんで、その辺はまず、基本慣れてからいろいろ試してみてください。じゃあ早速音に合わせてやってみましょう。続きましてゲットファンシーを説明します。先ほどスキーターラビットを、習ったと思うんですけどそのままスキーターラビットから連動した動きになりまして最初にスキーターラビットが入ります。2でそのまま前に一度ツイストして後ろに乗してもう一度前に乗す、そして最後にスクービーを入れてここまでがゲットファンシーの動きです。それでは横を向いてゆっくりやってみます。セーブ、え、ワン、ツー、スリー、フォー、はい、それでは音に合わせてやってみましょう。じゃあ続いてのステップはキックウォークです。まずリズムはアップ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 、2回目はまず足をダウンに取りながら上体はアップで持っていってください。この時に上半身をしっかりアップでキープして歩いてください。まず足は蹴って内側に入れて開く、蹴って開く、蹴って開く、で体をしっかりキープで入れてください。でその時に手もしっかり今まで通り振ること、そうするとバランスが取れてかっこいいですよ。
カウントでまずいきましょうか。右足から1、2、3、4、5、6、7。バックに戻ります。1、2、3、4、5、6、7。はい、ではこれを音に合わせて左右右左いってみます。続いてはシャッフルというダンスなんですが、場所によっては、オープンクロス、クロスハンドとかっていうふうに呼ばれたりとかしてます。まずはサイドの方に足を開いて、上半身もサイドの方に流しましょう。その時に右手の方はクロス12 and cross up clap。 今回はクラップの方を入れます。アップしてロックの方ももちろんありますので、そちらの方も練習してみてください。サイドの方に流して、そして12。それでは、音楽に合わせてやってみましょう。じゃあスニークを説明します。まず肩幅ぐらいに足を広げて、腰のリズム、右側に下から上、右にアクセント1 and 2 and 3 4、 このリズムをキープします。気をつけることは腰だけでこう動かないように、体重も右にずらして左から右に and 下上下、このリズムをキープしながら左右に振っていきます。前で手を回したり、右を手で覗いたり、右手で覗いたり、左手で覗いたり、
遊びながらリズムをキープ、腰のリズムが崩れないようにずっとキープした状態でいろいろ体をひねっていきます。はい、それではカウントで今のバリエーションをやってみましょう。ゆっくり7 A E 1 2 3 4 5 6 7 A 1 2 3 4 5 6 7 シングル1 and 2 3 4 5 6 7 8。 はい、じゃあ今の動きを音でやってみましょう。And five, six, seven, ストップ&ゴーなんですが、このダンスも、かなりメジャーな、ステップになってます。で、なんとこの2人のお父さんが作ったわけですよね。素晴らしいですね。さあ、それをやってみましょう。まずは手の方を上の方に上げてみてください。その時胸の方もしっかりと張りましょう。力強く。そして後ろの方にスライドをかけます。で、腰の方を前の方に突き出して、前の方に出た瞬間のこの腰の部分をしっかりとキープしてください。この位置に一発で入れるように、腰の位置もそうですが、腰の位置が決まれば手や膝、足、上半身、全部の、バランスのコントロールができると思うので、この位置までしっかり狙えるようにやってみます。ここまで来たらもう一度さっきのポーズに戻ってしまう。じゃあ横を向いてやってみましょう。5、6、7、8、1、2、ストップ。この位置の腰の、この腰の位置までをしっかりとキープしてみてください。そうすると手や上半身、あるいは足のステップをバランスよくできると思うので、ここまで持ってくる。それからその後のカウントでさっきの位置に戻ります。せーの、アップ。で、この位置まで来た時にはしっかりと手を上げて、胸の方もがっちりキープします。それじゃあ曲に合わせてやってみましょう。はい、では次はウィッチへ行ってみましょう。ウィッチへはですね、足技なんですけど、軽くやってみます。こういう感じの動きなんですけど、そうです、まず入り方からいきます。そうです、基本の入り方はワン、ツー、こう右が上がって左から始まる感じですね。いいですか。ワン、ツー、で、スリー。で、この時の足です。ここ大事ですよ。で、この入れ替わる時ですね、足が。入れ替わる時に、外から入っていく感じですね。で、はい、内に向けて、で、またここから入れ替わります。外、内、外、内。そうですね。で、基本はアップのリズムですね。あ、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 このアップのリズムで。これが基本です。で、なるべく体がぶれないように、なるべくこうまっすぐ保ったままリズムを取りながら足を動かしていく感じですね。もう一回ゆっくりやってみますよ。今回いきます。せー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シッ、セブン、エッ。こんな感じですね。では音でいってみましょう。スウェット。
Come on.